横浜港未来21ヒューリック港未来9特港未来の頃ヒューリック港未来は神奈川県横浜市中各桜木町一丁目にある商業オフィスホテルの複合ビル旧称は特港未来土地建物ともに帝王市の所有であったがこれらを他社に譲渡することが2017年3月に公表された土地についてはヒューリックが 同年5月に取得し、商業施設含む建物は、不要総合リースが取得している。建物の名称は、同年12月1日より正式に、現名称に改称されている。ショッピングセンター、シネマコンプレックス、ホテル、フィットネスクラブ、オフィスなどが入居しており、2010年3月19日に、開業した。港未来地区の玄関口の一つである、 桜木町駅前に立地しており、同地区の横浜ランドマークタワーへ続く動く歩道にも2階部分で接続している。また、2014年7月に新設された同駅北改札及び商業施設、シェル桜木町とも屋根伝いに接続している。当ビルには主に以下の施設が入居している。横浜ブルク13に関するカテゴリー。ありがとうございます。